今回の希望金額は、はい、今回は3000万円を希望いたします。あなたの思い描く未来の姿は、 VR ライブ配信、 VR コンテンツ販売事業、スタジオ賃貸業で令和の虎初の上場企業を目指します。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。虎も志願者もマジで大募集、マジで。詳しくは概要欄から。待ってるよ。ではどうぞ。失礼します。失礼します。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。ございます。よろしくお願いします。はい。どうぞお掛けください。失礼します。今宵一人の志願者が己の野望を胸にタイガーファンディングに舞い戻る。井上さんどうもお久しぶりです。あ、ご無沙汰しております。どうも。多分収録からは5ヶ月ぶりぐらいですね。そうですね、はい。視聴者の方はもうご覧いただいた方もいらっしゃるかも分かりません。井上さんとおっしゃいまして、実は今回も再チャレンジの方でございます。この5人の社長の中で、林さんはいらっしゃいましたよね、はい。で他の4人の方はあの回には出ていただいてないんですけれども、 YouTube で井上さんの回見たよっていう方だけまず手を挙げてください。あ、わかりました。ありがとうございます。足立さん、ご覧になってないですね。はい。はい、ではですね、すいません、林さん。はい。あの当時のことを、はい。ちょっと思い出していただいて、はい。あらすじというか、こんな感じでこう来られて、こうなって今になってるよってことを、ちょっと林さんの口から、はい、わかりました。ご説明をお願いします。VR の設備を作りたいみたいな。1億円です。で、しばらくやり取りが続きまして、その中で、桑田社長が、っていうか、なんでそんな格好してるんですかと突っ込みまして、飲食店を経営されてるということで、飲食店を経営してるんだけれども、その元々の仲間とかが舞台とかをやっていて、それを応援したりしてて、その仲間をもっと有名にしたいとか、そういう気持ちもあったりして、飲食店の経営もうまくいってるんだけれども、すごい1億円かけた VR のスタジオを作りたいみたいな、そういう志願者の方で、すごくいい方だったんですけど、さすがにちょっと1億円は出ずに終わってしまったという方ですね。はい。ちょうど番組では、でも継続審議をちょっとしましょうよっていう話になってましたけれども、なかなかお互いに忙しくて、今日までそれができなくて、でその間に僕も何度かやり取りをさせていただく中で、できたらぜひもう一回チャレンジをさせていただけませんかというお話をいただいたので、ならばぜひということで今日になったということですので、はい。ではまずお名前をどうぞ。東京都から来ました井上大輔、36歳です。次にですね、投資の形態をお選びいただきたいと思います。投資もしくは融資で、お願いいたします。わかりました。前回は1億円だったですけども、今回の希望金額は、はい、今回は3000万円を希望いたします。あなたの思い描く未来の姿は、 VR ライブ配信、 VR コンテンツ販売事業、スタジオ賃貸業で令和の虎初の上場企業を目指します。ではオールオアナッシング、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。それでは井上さんの、はい、事業計画の方を教えてください。はい。前回出させていただいた時に、まずその VR と平面がどう違うのか、平面でもいいんじゃないかというお話がすごく多かったので、その点について、私なりに考えてきたんですけれども、まずその違いをどうこうっていう概念を一旦外していただいて、おそらく今後、その平面の画像っていうメリットがなくなってきて、 VR さえ撮れれば、なので例えばここにその VR の機械を置いて回し続けて、その後編集でカットしていけると1本のもう動画が出来上がってしまうことができるんですね。どんどん技術が上がっていくと、おそらく今後はそっちが主流になっていくと思うので、どんどんこのカメラ自体がなくなっていくんじゃないかなと思ってまして、そうすると VR を撮るための設備とスタジオというのがニーズが出てくるのではないかと考えまして、そのスタジオを作りたいと思っております。前回1億円という希望金額だったものが、はい、今回は3000万円じゃないですか、はい、これ7000万円突然落ちた、はい、ということは、前回の要は志願内容とは今回はある程度違うわけですよね。
はい、はい、ここのところをまずは明確に社長たちに、はい、前回は、舞台に特化した VR コンテンツ配信という位置づけでやっていたので、舞台を制作する費用っていうのが結構10本で3000万ぐらいかかるので、その費用が計上されてたのと、あと設備に対してそんなにお金がかからなかったっていうところで極力抑えているのと、あと広告費を今回は計上してないですね。それで大体3000万ぐらいで、あと自己資金で始められるというところです。土地を取得って書いてあるんです。土地を買うってことですか。土地を買うか、もしくはその物件自体でもし購入できるのであればそっちでもいいと思ってるんですけど、はい、3000万円で買える物件というのがおそらく都内だとほとんど、はい、まあ、100平米ぐらい必要なんで、なかなかない見つからないというところが現状で、はい、23区内でも外れの方でったら、はい、まあ、土地だけで、まあ、1000万以下で買えるところがあるので、まあ、その土地から建ててしまった方が、うん、まあ、費用はかからないと思ってます。あ、なるほど、はい、素朴な疑問なんですけど、はい、九州大分で軽トラ1台から走り出した若き男の野望は現在80名のスタッフを抱えるまでに膨れ上がっている。株式会社 AE トランスポート代表野田慎太郎31歳、 e コマースの発展にいち早く適応し、物流を通じて社会変革に挑む九州男児の虎は今宵金を動かすのか。令和の虎にこだわる理由って、この前身であるマネーの虎を見て僕が飲食業界に進むって決めて、はい、それからマネーの虎に出てた社長さんのところでお世話になって、6年後ぐらいに僕が飲食業で独立して、うん、で、また始まったので、もうちょっとすごい縁を感じてやりたいと思った。なるほど。すいません、ちょっと全然知識がなくて申し訳ないんですけど、はい、そのイメージで言うと、はい、こういうカメラの VR 用みたいのがあって、はい、そういうのをこう置くと、はい、自動的にこう VR の、 その動画が制作されるような感じのイメージなんですか。いや、まずその機械は球体型をしてて360度カメラがついてるんですけど、360度映像を撮ってデータ化されたものを、編集が必要です。で、見る側はでもやっぱりこうメガネみたいのがあって VR ゴーグル、ヘッドマウントディスプレイは必要です。そうですね、なんか多分前回も多分その収録の時でに、はい、まあ、それのこう普及率とか、はい、いくらぐらいして今後どれぐらい広まっていくかみたいな、やっぱり多分こうそのソフト面とソフト面をこう、はい、どんどんできやすくなったとしても、やっぱりこう、はい、ハード面が普及していかないと、はい、まだまだこう事業としてそれがまあ来年に来るのか、はい、再来年に来るのか分からないですけど、はい、結構その回収までの期間がすごく長くなっちゃうんじゃないかなっていうのをちょっと心配してるんですけど、はい、まず2つあるんですけど、1個はこのヘッドマウントディスプレイ自体は年々安くなってきてて、まあ、去年で6万円したのが今3万円なんですね。それで、機能もどんどん充実してってます。それで、一般に普及するかっていうと、まあ、野球とかをその VR で見れたりするとか、あと、ライブ会場に VR で参加型にするとか、そういったのが今、CM として流れてきてるんで、おそらくその大手がどんどん VR 事業を広めていくはずなんですね。で、大体今でも僕がこの広告とかを見てる感覚上、広告出し始めて半年後ぐらいにバーって広め始めるっていうイメージがあるので、おそらく来年の4月ぐらい、まあ、オリンピック始まる半、まあ、約半年前ぐらいから普及率がどんどん上がって、で購入しやすくなって機能も上がっていくとは予測してます。あと、売上に関して言うと、物件を購入して設備さえ作ってしまえば固定費っていうのがほとんどかからないので、実績とノウハウをどんどん積んでって、来たるべき時に備えることはできると思うんで、それをもういつからやるかっていうところですよね。もしかしたらその3年後にはい、こう一気に普及し始めるかもしれないので、はい、そうすると3年間売り上げがあまり立たない状態になると、はい、まあ、可能性がある。そうですね、3年分の、まあ、ノウハウと実績を積んでいけば、バーって伸び始めた時に受託、まあ、VR 受託制作受託とか、はい、そういったところですごい、まあ、アドバンテージ取れるのかなと思ってます。あ、いいですか。はい、ちょっと僕がまだあんまりそこまで理解できてないんですけど、はい、土地を取得する理由って何でしたっけ。賃貸で物件を借りると、はい、大体100平米で今坪2万だとしても65万から70万、まあ、固定費として月々かかってしまうんで、それはちょっとかなりリスクが高くて、うん、で、まあ、3000万円で作れる
作れて月間60万円払っていくんだったら、まあ、買ってしまった方が、まあ、リスクなく、事業を継続していく上ではできるかなと思ってます。なるほどな。結構、はい、あの大きくないとできないんですね、そもそも。部屋とかが、ですね、100平米ぐらいですね。その半分ぐらいでもあのできないことはないと思います。そのコンテンツの内容によると思うんですけど。そうですよね、はい、なんかあの僕の勝手なイメージだと、はい、本当小さい部屋でその機材とかがあればできるもんなのかなと思っちゃってたんですけど、はいはい、そうではないってことですか。それもできるんです。そうするとあの配信できるコンテンツが限られちゃうと思ってて、はい、例えば声優さんたちのライブ配信だ、コンサートのライブ配信とかやるときはもうちょっと広くないとどうしてもできないんで、うん、まあ、コンテンツの幅を広げるという意味ではあの広めの方がいいかなと思ってます。あ、いいですか。はい、その福岡の夜を彩るインベスター、株式会社 J ゲート代表投資家足立一平33歳。クールな見た目とは裏腹にその投資スタイルはバリホット。若者たちの夢にベットし続ける男の野心を満たす志願者は現れるのか。100平米 の, その建物をまあ作られて、はい、そこでその具体的にその何をやられたいのかなっていう。あ、100平米のスタジオ VR をライブ配信できるスタジオと、その VR コンテンツを作ることができるスタジオ、はいはいはい、で、VR の, その機械っていうのがまあこれぐらいなんで、まあ、外に持ち運びもできるんで、はい、まあ、外で撮ってほしいって言われたら外で受託もすることができて、コンテンツだけライブ配信いらないからコンテンツだけ作りたいって言われたら、そのスタジオでコンテンツだけ作ることもできる。うん、いろんなニーズが出てくるはずなんで、それに応えるためにまあスタジオが欲しいってことです。はい、なるほど。でそれは23区外あのできればまあ都内の方が身動き取りやすいのかなと思ってます。はい、場所の目処とかって、場所の目処は今あの、まあ、足立区とかそっちの方で物件はあります。はいはいはい、なるほど、はい。ちょっと追加の資料でかなり細かく事業計画を立てられたんで回してください。うん、前回希望額1億円を提示しタイガーファンディングに衝撃を走らせた志願者井上。男が提案するのは前回同様 VR 事業。進化を遂げたビジネスプランで虎の心を射止められるか。井上さん、この今お配りした事業計画書について何かご自身の口からご説明があればと思いますけど、いかがでしょうか。この事業内容はあの6本の、まあ、収益の柱があって、それを、まあ、個々に分けて、計算して集計したものを、1ページ目に載せてるんですけど、あの、まあ、まあ、パッと見一個一個はそこまでその利益が上がるっていうわけではないんですけど、まあ、ちょっとまあ多めにこの経費として計上しているところもあるので、実際はもうちょっと経費は下がると思います。それで、まあコンテンツがたまればたまるほどどんどんまあ売上も上がっていって、まあ実績がついていけば外部からの受注も取れるという仕組みを作ってます。要は2ページ目からがその一個一個の項目で、一つ目がライブ配信による収益、二つ目が投げ銭、三つ目がアーカイブ販売、四つ目がライブ配信受託、5つ目が VR コンテンツ制作自宅による収益、そして6つ目がスタジオ賃貸業による収益、この6つを全部合わせたものが1枚目初年度としてはこういうふうになるよと、こういうふうというのは結果として合計で言えば、純利益として初年度に800万の利益が出ますよと、売上は6600万ということですね。でこれが2年目になると売上が1億1600万になって、純利益は1770万出ますよと。2年目までで終わってますね、一旦これは。はい。それがざっとまとめてあるのが最後のページだと思います。はい。減価償却のことをちょっと説明してください。あ、はい。物件取得を、まあ、全部総額で5000万と考えたときに、まあ、10年で減価償却して、まあ、どんどん減っていくことは思うんですけど、まあ、端数をちょっと切って、まあ、1年目、2年目、500万ずつ10年間を計上してっていう形を取ってます。で今日確か、なんていうものでしたっけ、この、
あ、ヘッドマウントディスプレイですね。VR ヘッドマウントディスプレイです、はいはい、これを皆さんに見ていただくことでちょっとイメージつかんでいただくことが必要ですよね、はい、そうですね、はい、これは今お持ちいただいてるんでしょうか、はい、持ってきてます、はい、じゃあすいません、まずは皆さんちょっとご覧いただくことから始めたいと思います。よろしいですか、はい、お願いします。物が一つなので順番に、はい、林さん、はい、すいません、はい、すいません。ヘッドマウントディスプレイを使って VR を体験する虎の面々。次回札束は動くのか、男の再挑戦、その一部始終を目撃せよ。虎と志願者を大募集、詳しくは概要欄から。まあ、僕もその聞いてて思うのは、その大手さんが、はい、多分でもうやると思うんですよね、はい、その時に何か負けない強みっていうか、その井上さんのこのスタジオでしかできない強み的なものってあるんですかね、